牛島天満宮は、佐賀県佐賀市東佐賀町にある、菅原道真を祀った神社。牛島天満宮の表記や牛島神社と呼ばれることも、ある。社殿によれば、菅原道真から十六代目となる、牛島の政が、山浦京古の城、古世省牛島村領主であった、二平元年に社を創建。さらにの政から九代後の家、大河。 英年5年に最高四国史造営者となったとされる。非前古籍延期に、蓮池町牛の島に宮あ氏を、鍋島勝重交差課上を築かれるにあたり、鬼門に移し松るべしとあり、元は、佐賀市蓮池町牛島にあったものを、慶長年間の佐賀城下建設に再し佐賀城の、鬼門となる北東を守護するため、佐賀藩初代藩主の鍋島勝重が、現在の位置に移したものと見られている。 境内の入り口にある鳥居の名には、藤原阿蘇勝重、と、かすかに残っておりこれを裏付けている。鳥居を潜り石橋を渡ると楼門があり、その奥に西を正面として、拝殿、本殿が立つ。楼門は一門一個四脚門。屋根は、霧妻造本瓦原武器で、19世紀の赤頃の建築と推定されている。本殿は三軒流れ作り銅板塗りの社殿で、 17世紀後期の特徴を備える。廃電は入りもや作り銅板武器、正面に軒木頭破布を付し、様式から19世紀前半の建築と推定されている。三方を水路に囲まれた境内には、佐賀市の天然記念物に指定されている、牛島神社の楠の木や佐賀市の保存樹に指定されている、牛島天満宮のく木など古い樹木や、旗膳鳥居、 比善小前ン犬など、江戸時代から、明治初めの石造物も多く、これらと水路が一体となった姿は、佐賀市を代表する重要な歴史景観であるとして、佐賀市の都市景観重要建築物等に指定されている。かつては大鼓規律が奉納されていたが伝統は途絶え、大太鼓が残るのみとなっていた。そこで神社のある準優勝校区の有志が中心となり、 太鼓浮き立の復活と地域活性化と目的に、葉隠れ太鼓保存会が結成されている。2006年4月に、天幕内に練習場が作られ活動の拠点となっている。2016年の熊本地震では、石灯籠3基が倒壊する被害が出た。ありがとうございます。